もっと行きたいは、よしによる携帯小説並びにそれを原作とした漫画作品。ザベンサイトにおいて2000年からメールの代で連載開始した作品で、連載当時はサイトアクセス3000万件を記録した。2004年12月21日、連載版に大幅な過筆修正を行ったものが、もっと行きたい。 の台でスターツ出版より書籍が発売された。発売から3週間で50万部を売り上げを記録し、2005年には文芸書での全国書店売り上げ第1位を獲得するに至る。携帯電話に件名ダウンの電子メールが届くと同時に、所持者の体の一部が切り取られてしまうという不可解な猟奇事件が続いていた。警察は各事件のメールの発信元が、 サイバーフォン社に勤める男、神野の所持する PC だということを突き止め、神野は身に覚えのない容疑を晴らすために独自に事件を追っていくが、その中で、かつて自分自身が犯した罪の産物と向き合うこととなる。週刊ヤングジャンプで、仲良し人、マーガレットで、安藤由紀による漫画版が連載された。単行本はいずれも、全2巻。書籍体の解説より、 もっと行きたい、発行部数、書籍、もっと、行きたい、が、発行からわずか3週間で、驚愕の50万部を突破。スターツ出版、http コロンスラッシュスラッシュ starts-pub.jp スラッシュリリーススラッシュ pdf スラッシュリリース 61pdf、サーチイコールよし、もっと行きたい、発行部数2011年11月15日、閲覧。 よし、もっと、行きたい。ザベン、2011年11月15日閲覧。ありがとうございます。